タイプムーンの、元サークルである竹ぼうきの、夏コミの、反復物について、いろいろと続報があったので動画にしてみます。もともと、今までのタイプムーンの、仕事とか、カナンとか、同人版ワルキューレとかのネタも含めた、片付き広本ってやつと、FGO の2部の6章の、アバラン本と、あと、現場のおまけであるカレードワークスっていうのがあったんですけど、それが8月4日に、とりあえず、トラナナさんとメロンブックスさんで、通販を開始したら、瞬殺されましたと、サーバーに影響を及ぼしましたと。ぶっちゃけアリプレで売ればよかったんじゃないかなと思います。その場合、カダちゃんが厄介なのか。うん。で、ウプル氏は爆死しましたと。うん、ちょっと、サイゼリアで喜ぶクレハさんの同人と、シャミコとモモの本を買おうとしたら、一緒に買おうとしたら、ちょっとサーバー重いのに巻き込まれて、28まで無理でしたと。自分語りはともかく、その辺についての、お詫びも含めて、とりあえず今後の話っていうのは、とりあえず8月5日でちょっとできましたと。まず、片付き広本とアバロン本は、発送まで時間はいただくけど、追加分は、受注生産として調整中ですと。転売の餌食になりそうだったカレードワークスに関しては、夏コミが終わった後に内容を変更して、PDF データを、期間限定で公開する予定とのことです。あとは、竹ぼうきの、ツイッターのフォローして、それで、通知もオンにして待つのが一番いいと思います。以上です。